はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、理解学習ってそもそもどんな学習なのか、また、理解学習を行うことによって、どんな課題が解決されるのか、まあ、つまり理解学習のメリットですね。これについてお話ししようと思っております。これは非常に重要な内容です。実際、宅建試験で落ちる方っていうのは、この理解学習ができていない。これが原因の方非常に多いんですね。なので、この理解学習をちゃんと実践することができれば、あなたも合格にすごく近づきます。なので今回の動画では理解学習の具体例についても2つお伝えしようと思っております。まずなんですけども、理解学習ってどんなものかをお伝えするにあたって、丸暗記学習との違い、これをお伝えします。例えばなんですけれども、ちょっとここに書いてある事例っていうのは宅建とは全く関係ありません。しかしながら考え方については非常に宅建とよく似ているんですね。どういうことか。例えば 14×16 って答えは224なんですね。で、これを丸暗記して覚える。つまり 14×16 は224だ。で、そのまま覚える。これが丸暗記学習です。もう一つ 13×27。これは351なんですけども、これをそのまま覚える。つまり 14×16 は224って何回も復習して覚える。また、13×27 についても何回も復習して覚える。これが丸暗記学習なんです。で、丸暗記学習をやるとどうなるかっていうと、たくさんは覚えられないんです。今ここに書いたのは2つの事例です。だからこの2つについては覚えることはできるでしょう。しかし、宅建で言うと、もう500とか1000とか1500とか、もうそれぐらい頭に入れなければいけない内容があるんですね。これをじゃあ覚えられるかって言ったら、なかなか覚えることは難しいです。また、法試験っていうのはもう緊張するんですよね。緊張するので頭が真っ白になっちゃいます。つまり、覚えた内容も忘れちゃうんですよ。本試験になっちゃうと。で、これっていうのは、予想模試で得点できていた、予想模試では解けた問題も、本試験っていうのはもう全然違う環境で、1年に1回しかない。この緊張感から頭が真っ白になる。もうこれは仕方がないんですね。だから日頃の勉強においても頭が真っ白になるんだってことを前提にやはり勉強を進めていかないと、本試験で頭が真っ白になってどんどん失点しちゃうってことになっちゃいます。なので私は丸暗記学習っていうものをおすすめしてないんですね。で、一方で理解学習ってどういったものなのか。今こちらに同じ問題が書かれております。14×16、13×27。これについて筆算というやり方を使って答えを導いてます。答えは同じです。このやり方っていうのは、筆算っていうここに書いたやり方をちゃんと理解をすることによって答えを導いているんですね。つまり 14×16 っていう答えがわからなかったとしても、この問題からこの答えを導くことができるわけですよね。これが理解学習です。問題文から答えを導くことができるようになるのが理解学習なんです。これが理解学習の非常に大きな効果なんですね。これができれば、本試験で問題を見た時に頭が真っ白になったとしても、問題文から自分自身で答えを導くことができるわけなので、得点につながるわけなんですよ。また理解すべきポイントがどんどん頭に入ってくれば、覚える量も減らせるんですね。この下の事例で言えば、筆算の仕方を頭に入れておけば、この2つは答えを導くことができるわけですよね。これがもっと多くなったらどうでしょうか。5つありました、問題が。この5つを全て覚えなければいけない。下について言ったら、筆算のやり方さえ覚えていたら、5つは全て答えを導ける。また、理解をしておくと忘れにくくなります。丸暗記学習の場合だったら、もう覚えているかもう覚えていないかの勝負なんですよ。もう忘れてしまったらそれで失点なんですね。で、一方で、理解学習をしていたら、問題文から答えを導くって先ほども言った通り、それができるわけなので、問題文を一つのヒントにして、そこから答えを導けるわけなので、その理解した部分についても忘れにくくなるんですね。これが非常に大きな効果です。おそらく多くの方が、宅建試験は覚える量が多くて、覚えられない。これを一つの課題にしていると思うんですけども、この課題っていうのは理解学習をすることによって解決できるんですね。なので、理解学習っていうものを私はお勧めしております。実際、宅建試験レベルになってくると、理解学習をしないとなかなか合格するのは難しいです。もちろん、運よく合格するってことは可能なんですけども、これはあくまでも運です。運が良ければ合格するけれども、運が悪かったら合格しない。宅建試験の合格率は 15% です。85% が落ちてるわけですよね。この数字から見ても、運任せで受験するっていうのは本当にもったいないと思います。
100件レベルであったら、その理解って言ってもそんなに難しくはないんですね。実際弊社の個別指導の受講さんとかでも中卒の方もいれば、また70歳を超えて記憶力が衰えているって方もいらっしゃいます。そういった方でも一発で合格していただいております。なので、もともと勉強ができないだったりとか暗記が苦手とか正直関係ありませんので、ぜひ今からお伝えをする理解学習の具体例2つですね、参考にしていただければと思います。それでは1つ目の具体例に入っていきます。それでは1つ目の具体例ですね、代理権の消滅事由っていう部分をお話しさせていただきます。これ弊社のちょっとテキスト、個別指導のテキストなんですけれども、ちょっと見にくいかもしれませんが、こちらですね。こちらが代理権の消滅事由に関する表です。ポイントがですね、4×4 の表なので、16個ポイントがあるんですね。ここに16個消滅するかしないかの内容がここに記載されております。4×4 で16ですね。で、これ多くの方が丸暗記しようとするんですけれども、これ丸暗記して覚えられますかっていうところなんですよね。私自身はこれ覚えられません。で、実際弊社の個別指導の受講さんもこれ覚えてないです。でも、ここに関する問題が出題されたら解けるんですね。それは、一番最初にお伝えをした理解学習をしているから、問題文から答えを導けるっていうことなんですよ。その具体例として、ちょっとこの2つですね、お伝えします。任意代理において、本人が破産した場合は、代理権は消滅しますよ。一方で、法定代理において本人が破産した場合は代理権消滅しませんよ。この部分についてどうやって理解をするのかを解説させていただきます。まあ、この教材には下の方にどうやって理解するのかって書いてあるんですけども、おそらくお持ちの教材、あなたがお持ちの教材には載ってないと思うんですね。なので、どうやって理解をして頭に入れていくのかっていうところをお伝えします。まず、任意代理と法定代理の違いについて理解をしておかないといけないんですね。任意代理っていうのは、任意って書いてある通り、私の意思に基づいて代理権を与えた場合です。もちろんあなたの意思に基づいて誰かに代理権を与える、これでもいいです。今回ちょっと具体例として、私の意思に基づいてあなたに代理権を与えた場合を考えます。ある土地、私が土地を持っていました。土地の所有者です。これを売りたいと思って買い主を探しました。1ヶ月後に、買い主と、契約を締結する約束をしました。まあ、それにもかかわらず、私はちょっと出張があって、契約当日、契約場所に行けない。だから、私があなたに対して、代理権、これを与えました。つまり、私が本人で、あなたが代理人ですね。本人は私です。本人は私。で、代理人があなたです。こういった状況。これが任意代理の具体例の一つですね。で、一方、法定代理っていうのは、私の意思に基づいて代理権を与えるんじゃなくて、もう法律で代理権が与えられているよってもう定められているものです。例えば私が未成年者だった場合、その場合私の親は法律で代理人って決まってるんですね。これ私の意思に基づいて親に対して代理権を与えますって言って与えてるわけじゃないんですよ。もう法律で未成年者の親は代理人だって決まってる。これが法定代理です。法律で定められた代理。ってことですね。なので今の事例で言ったら、未成年者である私が本人で親が代理人といった状況です。じゃあ一つ一つ見ていきますね。まず任意代理からいきます。任意代理において本人が破産した場合、つまり私が土地を持っていて、この土地を売るにあたってあなたに代理権を与えました。あなたは売り主代理人です。で、代理権を与えた後に私が破産したってことですね。本人である私が破産した場合なんですけども、任意代理の場合っていうのは、一般的に代理権を与えると同時に報酬契約も結ぶんですね。つまりちゃんと代理権を使って契約締結してきてくれたら、報酬として1万円あげますよとか2万円あげますよとか、まあ、そのような契約も締結する場合非常に多いんですね。そしてこの報酬契約を結んだ後に私が破産してしまった、この場合どうなるかっていうと、あなたが契約をちゃんと締結してきて、その後ちゃんと契約やってきたから報酬くださいよって言われたとしても、私は破産している状況ですよね。ということは、報酬を払えない可能性が高いわけです。一般の方と比べて、報酬を払えない可能性高いですよね。まあ、1万2万円ぐらいであったら、ポケットマネーから払えるかもしれないんですけれども、契約によっては100万円とか、そのぐらいの単位での報酬契約も十分あり得るんですね。そうなってくると、後々トラブルになる可能性が非常に高いわけですよ。だからトラブルをもう避けるために、
本人である私が破産した場合は代理権を消滅させましょうっていうふうなルールになっているわけです。つまりこれはトラブルを避けるためのルールなんですね。このように理解をしておけば、問題文見たときに任意代理において、あ、本人が破産してるから、あ、これはトラブル避けるためにこれは代理権消滅させないといけないよねっていうふうな形で答えを導くことができるわけです。じゃあ一方で法定代理の場合はどうなのか。例えば私が未成年者だったと仮定します。まあ、17歳ぐらいとしましょうか。17歳であれば中学校も卒業しているので、実際破産する可能性もありますよね。まあ、小学生とかだったらね、破産するってことはあんまありえないんですけれども、まあ、中卒ぐらいであれば十分あり得るので、まあ、17歳と仮定しましょう。この状況だと私が本人で親が代理人ですね。で、私が破産しちゃったと。もし親の代理権消滅させたら、私を代理してくれる人はいなくなっちゃうわけですね。未成年者を代理する人がいなくなっちゃう。つまり保護者がいなくなっちゃうってことなんですよ。破産したのであれば、より一層破産した未成年者保護しなきゃいけないじゃないですか。ということは親の代理権消滅させたらまずいですよね。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールになっているということです。このように理解をすれば、問題文見たときに、あ、具体例考えて答え導けますよね。これが理解学習なんですよ。単に法定代理において本人が破産したら代理権消滅しない、任意代理において本人が破産したら代理権消滅する、これを丸暗記してたら本試験で忘れます。また先ほどお見せした通り、任意代理の消滅事由については 4×4 で16個ポイントがあります。これをじゃあ覚えるのかって言ったら、なかなか覚えるの難しいですよね。なので理解できる部分についてはもう理解して頭に入れていった方が効率がいいです。また忘れにくくなりますんで、ぜひそのような勉強をしていきましょう。で、続いて2つ目の事例をお伝えしていきます。次は国土利用計画法の内容です。国土利用計画法ってどんな法律かというと、地価が高騰する恐れがある取引を制限する法律なんですね。具体的には、地価が高騰する恐れがある取引に該当したら、これは届け出対象の取引として事後届け出が必要だったり、または事前届け出が必要だったりする可能性が出てくるんですね。もうこれ必ずしもね、事後届け出、事前届け出が必要とは限らないんですけども、届け出が必要な可能性が出てくるって話です。一方で地価が高騰する恐れがもうそもそもない取引っていうのは、もうその時点で事後届け出、事前届け出って不要になっちゃうんですね。ここをちゃんと理解しておく、頭に入れておく、これが理解なんですよ。つまり国土利用計画法の趣旨、つまり国土利用計画法がどんな法律なのかっていうところを理解した上で答えを導いていくって話です。じゃあ具体的に、贈与契約だったりとか、相続した場合とか、時効取得した場合、抵当権設定した場合、この場合って事後届出とか事前届出が必要になる可能性はありますかというと、どうでしょうか。一つ一つ見ていきます。まず贈与についていきます。贈与っていうのは無料でプレゼントするってことですよね。私が土地を持っていました。例えば1ヘクタールの土地持ってました。これをあなたに無料でプレゼントしました。これ贈与ですよね。この場合、地価が高騰する恐れがあるかどうかを考えてみましょう。贈与するってことはお金のやり取りはありません。お金のやり取りがなくて、単にこの私の1ヘクタールの土地の所有権の名義が私からあなたに変わるだけです。名義が変わっただけで地価が高騰しますか？しないですよね。所有権者が変わるだけなので地価は高騰しません。だからこの時点で地価が高騰する恐れがある取引に該当しませんので、だからもう届け出不要って、もう答え導けちゃうんですね。続いて相続の場合、例えば私が1ヘクタールの土地を同じく持ってました。で、私が死亡しました。で、私の息子が相続しました。この場合、地価が高騰するかどうかを考えると、これも贈与と同じくお金のやり取り別にしてないわけですよね。私と息子の間でお金のやり取りはしてません。単に私が死亡したことによって所有権の名義が私から息子に変わるだけなんですよ。つまりこれも考え方は同じで、地価が高騰する恐れがありませんので届け出不要なんですね。まあ相続が取引なのかと言われたら取引ではないけれども、考え方は一緒ですよ。その後でお伝えをする時効取得も同じです。時効取得もこれ取引は別にしてないんですけれども、私が1ヘクタールの土地を持っていた、でもずっと使わずに放っておきましたと。で、あなたがその土地をずっと占有して使っていました。その結果時効取得しました。この場合も考え方は同じです。
受講取得することによってこれお金のやり取りしてるかって言ったら別にしてないわけですよね。単に私の名義から受講取得したあなたの名義に変わるだけです。土地の所有権者の名前が変わるだけってことは、これは地価が高騰する恐れはありませんので、受講取得したからといってあなたは事後届けをしなければいけないわけではないよと、事後届けは不要だよっていう話です。定当権設定も同じですね。まあこれよくテストに出てくる部分なので、これ覚えてる方いると思います。定当権設定については事後届で不要ですよね。これも別に覚える必要はなくて、考えたら当たり前の話で、私が1ヘクタールの土地を持っていました、銀行からお金借りました、で私が銀行のためにこの土地に定当権設定してあげました。私が定当権設定者で、銀行が定当権者ですね。この場合、定当権を取得した銀行は事後届でしなければいけないのかっていうと、これ事後届で不要です。でなぜかって言ったら、定当権を設定することによって、この土地、私が持っている1ヘクタールの土地の地価が上がるかって言ったら、これ上がるわけないじゃないですか。定当権設定して地価が上がるって、これおかしなことですよね。むしろもう担保としてるわけだから、不動産取引をする場合だったらこれ安くなるわけですよ。そう考えてももうおかしいって気づきますよね。だから定当権設定についても届け出は不要なんだというふうに答えを導けるわけです。今4つのポイントを具体例として挙げたんですけれども、考え方は1つなんですよね。地価が高騰する恐れがあるものなのかないのか、これだけ頭に入れておいて、これだけ使って答え導いていったって話なんですよ。1つのことを頭に入れて4つのことを答え導けたんですよね。すごく効率よくないですか。これが理解学習なんですよ。一つ一つ覚えていったら、初めにもお伝えをした通り、頭が真っ白になって、本試験になったらどっちだったっけとかなっちゃうんです。また、もしかしたらこれ過去問出ていなくて、解けない可能性もあります。あれ初めて見る問題。ってなったとしても、考え方が分かっていたら、そこから答え導けちゃうんですよね。これも非常に大きなメリットなんですよ。だから理解学習をぜひやってくださいっていうふうにお伝えしてるんですね。で、これについては、教材とか載ってないかもしれない。宅建の教材に載ってないかもしれないけども、専門書とかを見ながらやっぱり理解を深めていく。ネットの専門記事だったりとか、そういったとこから調べてですね、ちゃんと理解をしていくってことをやっていかないと、本当にいつまで経っても合格できませんので、ぜひですね、理解学習していっていただければと思います。で、今回お伝えした内容っていうのは、実は解説の理解だけなんですよ。つまり、今2つの具体例出したんですけども、法律、ルールに関してどうやって理解をするかの話ですよね。でも実はもっと重要なことがあって、問題文の理解とか質問内容の理解、これも理解学習の一つなんですね。ここをちゃんとできないと、どれだけ解説の理解ができたとしても問題文理解できなかったら答え導けないんですよね。問題文を理解できて初めて答えを導くことができるわけなんで、解説の理解よりも問題文の理解の方がすごく重要になってきます。なので独学の場合だったら解説の理解はできるかもしれません。ただ問題文の理解、質問内容の理解についてはあまり教えてないんですね。でも宅建合格するためには非常に重要なノウハウになってきます。この点を弊社の個別指導ではお伝えしてます。どうやって問題文を理解するのか、質問内容を理解するのか、また解説の理解についても今2つしか解説の理解具体例出しておりません。その他たくさん理解しなければいけないところあります。それについても個別指導ではお伝えしてます。例えば開発許可、開発許可っていうのはもう出たら必ず特定していただきたいんですね。どういった場合に開発許可が必要なのか、どういった場合に開発許可が不要なのかっていう問題よく出ますよね。もうしょっちゅう出てます。これはもう絶対に1点ゲットなんですよ。でも多くの方が過去問を覚えているだけだから、引っ掛け問題出てきたら引っかかって解けなくなっちゃうんですね。失点しちゃう。これではダメなんですよ。本試験では初めて見る問題が出るかもしれないけれども、それでも自分自身で答え導いていかないといけないんですね。またクーリングオフの用費についても一緒です。どういった場合にクーリングオフができて、どういった場合にクーリングオフができないのか、これも出題されたらもう確実に1点ゲットなんですよ。だから理解すべきところを理解していたら必ず得点できる部分なんですね。なのでこういった部分についても個別指導ではお伝えしております。なので解説の理解の今回お話した2つ以外の部分のたくさんの解説の理解、ここをやりたい、実践していきたい、また問題文の理解、質問内容の理解、これも習得したい、結果として次の試験で合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば個別指導ご検討いただければと思います。問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、これを実践していけば飛躍的に実力が伸びますんで、あなたにも合格していただく自信あります。
個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。